ほらもうね、もうあれば数えるだけだったけどね。もうめっちゃ気持ちよかった。なんでよ、こんなにチェンスは。8周年の主役に対して。ね、そうそうそう。有吉さん、来た甲斐がありますか。有吉さん、なんかすごい株が取った。今日そこだけですよ。いや。ね、こういうの味しめていっぱい覚えてください。一番聞いて耳コピーでやつ。昔の曲やん。いや、だから、そういうのね、そういうの。あ、そうやろ。うん、もう完璧やん。マスターの僕は今日されてます。いやもうね、もう最近よくね、業界がね、あの、悟ったんですよ。9月の何時に。かっちゃん頑張れば。朝早く来たから。そうだよな。今回リゾーラーなってよかったよ。ゴールが抜けとってるんだ。あんた、これマジで。マジだな。じゃあ、今日2人で質問かな。玉さんと銀次郎は飲みすぎてもね。あいみょんが作で、ディッシュが歌っていく。北村匠海が歌っていく。俳優の予報を歌っていく。私は知って、声が出るんで、そこまで聞いたし。そこだけ入っても、それで。なんでここまでずっと女性みたいな、アスカルさんが聞けない。こういうのあるよ。D シャンプー。D シャンプー。元気。でもこう、D シャンプーね。そうだ、先生。D シャンプー、E フラットか。E フラット。そうだ、ゼロだ。そうだ、ゼロだ。ちょっと時間もあるね。最近ね、僕のボーカルが非常に良くなったと。自分が思ってました。いや、あのね、実は9月のね、じゃあね、ちょうど明けた頃かな。明けた時にですね、たまたまお客さんが一人来てくれて、うん、で、その時に2人でね、ギターを弾き語りしたんですけど、で、久君、声はいいと。でもね、声がこもって、何百円しようかなと。これ、ずーっと言われたら見てて、みんなからずっと言われたら分かんない。で、口開ける。はい、で口開けると自分が思ってるとなかなかなかったんですけど、でその後ね、ちょうど風の大久保ね、勝手さんが亡くなって、その日に練習して飛ぶ予定だった。そのお客さん来られたんで、ちょっともう練習できなくて、で帰られた時に、ね、その子だって、でちょっと小一時間練習して歌って、口を開けるって言った時にですね、なんかこういうことかなと思って、でその動画を3本アップしたのうちのですね、日本3本がですね、3本目がもう興味だら2700回とか、でもう2つ目はね、1900回のため2000いくでしょうね。で1つ目はね、まだ気持ちがないあれあまりにもひどすぎた。あ、でそれ以来ねちょっとね、歌い方が変わったので、ちょっと多分声が非常に出てるんじゃないかなと思うよ。出てますね。いや、ちょっとこもらないようにね、だからちょっと今意識して、いかに口を開けるかって。夕焼けが燃えてく
この街ごと飲み込んで死にそうな今日に僕は君を手放してしまった。明日が不安だとても嫌だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ緩やか。だけどもそうはいかないよな。明日って無題ほど来るよな。眠たい夜なんだか終わっちゃう。うちまで帰ろう、一人で帰ろう。昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんて忘れてやるさ、馬鹿馬鹿しいんだろう。そうだろう、君がいなくなって君もこの土俵必要もないけれども心と体が結果して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかまた現れてくれ。何気ない毎日を君色に染めておくれよ。夕焼けが漏れてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった。僕らはまた一から出会うことは可能なのか。願うだけ無駄なのはもうダメだ。家まで着くのがこんなにも嫌だ。歩くスピードは君が隣に時のまま思い出めくらせ感じがダメのため息
なんか長さが長かったかな。じゃあ、クローズユアーイズ。他にないから。あ、多分こっち。はい、これはね、中田さんと一丸さん。はい。はい。クローズユアーイズ。長渕剛です。誰か何か引きに来てください。これ、全然中田さんが引きに来てるの。原則、引きに来てるの。前奏もうなかったらなくていいよ。